2023年6月17日4時45分でございます。出た、あ、出ました、完全に出ました。あ、なんかこれいい感じじゃない？なんか暑いな、この辺。何これ。わあ、あっちもなんかすっげーすするんだけど。なんだ。うわあ、超なんだ。めちゃめちゃ。前向き。なんです。きっと。あ、いいですよ。ピリ辛ネギラーメン、はい、これ味噌ですか？醤油、あ、醤油ですか。あ、じゃあいいっすわ。あとね、味噌ラーメンに変えます。味噌ラーメンと餃子セット、今日はよろしいですか？はい。キムチなの？キムチだろう。はい、すみません、餃子セット。はい、どうぞ。はい、どうぞ。今のお皿ですか？はい、はい、失礼します。ありがとうございます。1190円。消防部。はい。あとでお借りします。はい、すいません。ありがとうございます。ごちそうさまです。いや、餃子うまかった。超うまかった。すげえ良かった。味噌ラーメンはちょっと微妙だったけどね。餃子はやばい。マジでうまかった。道の駅が伊勢神宮付近にはないので、ちょっと離れた車中泊ができるという二見浦公園無料駐車場っていうのがなんかおすすめポイントらしいので行ってみましょう。いや、ちょっと車の渋滞がきついな。きつい。こっちの方は渋滞がきついよ。伊勢神宮は5時から開いてるそうなんで、もう朝わたわただね。外宮内宮どっちも見たいね。できればわたわた行って、空いてるうちに行って。これかな。いや、これねえよ、これ多分コンビニね。あ、あった。きめえ、もうほんとダメ、疲れだ。ダメダメ、酒飲んで寝る。さっと寝るわ。どこ？
タライは。あ、これも出てる。結構えげつねえとこなんだよ。うわ、温泉ある。温泉街なのかな、ここ。いっぱい行きましょう。いや、いいとこ見つけた。スマホ様々だな、これ。スマホ様々でございます。現在地は、うわ、俺こっちにいるのか。すげえとこにいるな。伊勢6番すごい。めちゃめちゃ暑いんだけど。二見何玉神社、二玉神社つのめちゃめちゃいいっすね。渚百選に選ばれてる。あ、スペイン村、島スペイン村。まあいいや。はあ、波の音がいいですね。めちゃめちゃいいです。明日は伊勢神宮、できれば両方、内宮外宮どっちも行って、で、どうしよっか。四国の入り方だよね。尾道は行きてんだよな。とすると最初のなんだ、何街道、鳴門海峡、あそこのやつは乗れねえのか。中部、北陸もダメだ。こっちか、四国か。ようやくこれ見る時が来た。尾道行って、尾道ってどこにあるんだ。四国版を本気で見る時がついに来ましたが、尾道って何、市なの。尾道市ってあるんだね。尾道ってしまなみ海道乗ればいいのか。まあ、そういう段取りでいきましょう、とりあえず。では、お疲れ様でした。お疲れ様でした。また明日。おはようございます。なんかここみんなすごいよ。なんかあるな。みんな、なんかを目的としてここに泊まるんだな。何なんだろう、ここは。何だろう、パワースポットなのか。あ、なんか何なんだ、なんかやってんのかな。何なんだ、すごくないですか、ここは。伊勢よ、伊勢。よくわかんねえんだけどね、みんなについてく。一体どこに向かうんだろう、みんなは。これはどうなんだ。おお、なんか心のふるさと神様のお町です。お前すごく、なんかすげえことになってる。
うん、なんだこれは、うん、なんだこれは一体なんかすげえことなってる。一体何なのこれは。こんな時間よ、4時半。天の、天の、天の岩屋。何なんだこれは。これだったのが日の入りを待つ、あ、日の出を待つんだな、ここで。うわ、すげーことなってる。やっべーことなってる。見えてくる。いや、今日はなんか特別な日なの、今日。すごいね。朝5時半に100人ぐらいいるんだけど、朝からなんだろうね、何取りに出るか分かんない。あ、またいいわ、あれがいい、逆に。はぁ、いや、すげえことなってる。なんか今日特別な日なのか。すごいぞ。なんなら車止まってんだよ。観光ガイドになりすました客引き行くよ。これ車もすげえよ。わや止まってんだけど。いや、こんなすげえってことは思わなかったな、マジで。ちょ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 、どうすか。はあ、そうか、ここのホテルの人もあれか、泊まるのはこの日の出を目当てにか。車中泊のおすすめスポットどこですかってさ、検索して出てきたから来たけどさ、なんかとんでもないスポットに来ちゃったね、巡り合っちゃったね。なんかあそこに行くつどおろおろもなんかキャッキャキャッキャしてるよ、めっちゃキャッキャしてるよ、走ってるもん。とんでもねえスポットに来たぞ俺は。ほら、嫌なんだけど。地域の生存に協力してるけど、はぁ、地獄を出しまあ、でもなんかすげえな、これがすごいかもしんない。これなんかみんな一礼してたよ、出ましたか。おほほほほ、一歩遅れた。一歩遅れたぞ俺。
写真撮ってんの？はい。ちょっと間に合わなかったけど。俺はそれよりもさ、こっちの方が綺麗なんだよ。すごいじゃん。何なんだろうこれは。あの岩との関係か。岩と朝日の関係なんだな。うわー、でもすげえや。さあ現在の時刻4時45分でございます。2023年6月17日これ見せるのかな。そうですね。出た。あ、出ました。完全に出ました。行こう。そろそろ俺なんかここトラさんでここ出てこなかった。なんかそんな気が来るんだけど。まだいや。すげえ上に止まってんだろ、これ。出られねえべや、これ。おう、完璧。完璧出たよ。私はこっちよりもむしろ、伊勢神宮なんですね。完璧でしたね。カードは挿入されていません。じいさまや。禊の町ってか、みんな禊かい。そんな気がするな。いや、ほんとすごいところ来ちゃったな。伊勢の朝は早い。さあ皆さん、まだ5時前です。